こんばんは。パオンちゃんさん、さしさん、さサシ、お疲れさまでありがとうございます。お疲れ様でした、お疲れ様でした。なんか今日めっちゃちっちゃい。なんか今日めっちゃちっちゃい。 おつさなちゃんありがとうございますえ今日ちょっと目ちっちゃいでもあのこれは仕方がないんですさなちゃんこぼぼこんばんはですなつかさんレッお疲れ様ありがとうございますだからさなちゃんこんばんは久しぶりに声聞いて嬉しいですお疲れ様ですそうだちょっとなんか特有の久しぶりですよね疲れ目なんでえ違が疲れてないです大丈夫ですよてめじさなちゃんマスクしてても今日も可愛いぞ MKT ありがとうございますあのちょっとあのなんか あの、ここら辺、あの、ファンデとかが崩れてるから、マスク、つけたまましようと思ったんですけど、なんか目がちっちゃい。でも、これは今日、あの、違う、あの、メイクさんがしてくれたメイクなんですね。だから、いつもと全然違う、ちょっと羽、羽みたいなメイク。羽、羽ねってますね、今日。今日羽ってる。いつも白鳥垂れてるから、今日、なんか、キリッ。 でした感じ、マスクも雪です、ごめんなさい、ありがとうございます。だったんだ、久保久しぶりに遊びに来れた、たのち、ありがとうございます。あ、そうだ、今、あの、皆さん。ちっちゃいおめめも、素敵可愛い,いベッツさん、ありがとうございます。かっこいい、アすさん。<laughs> ち,らっちゃ目の雰囲気違うねこそその「ですよね」「撮影があったのかしゃまあいろいろ,いろいろあります」<laughs>「目尻が上がってるもんね」って無事そうなんですよであのそうさっき言おうとしたのがこの現「現えっとエイプリルフールウィークを楽しもう」っていうこのイベントにあの参加しておりますあのこれ304月1日までだしこのイベントがで あの30日本番でできる時あできる時少ないから全然あのなんか本気の本気のやつじゃなくて皆さんがあの本ギゆるいべって感じなんですけどあのはいゆるいべって感じなんですこの嘘嘘だよこれ嘘だよぴょんさんありがとうございます嘘だよありがとうございます っとマスク一回外してみるえ185位ありがとうございますいきなりちょっとちゃんと説明しますねち,さちゃんと説明するとちゃんと説明するとこの <laughs> はいギフトランキングであの大事なのがこの嘘タワーランキングだからこの嘘だよ これですこれ嘘だよのこれが大事になってきますって感じでギフトランキング特典が1位がえっともうあのいっぱいあるんですけどえっとあの1位から25の中からであのたくさんアマゾンギフト券2万円分とかあのソファーとかゲーミングチェアとかから2点ゲットとかランキング2位が 好きな商品を1点ゲットでランキング3位がこの得点の5から25あの25からあるんですけどその5から25の中から好きな商品1個みたいな感じでどんどんこの下がっていってで11位から15位がアマゾンギフト1,000円分ゲットみたいな感じです。で総合ランキング1位かつ2万 200万ポイント達成がクオ・カードペイ2万円分プレゼントランキング2位かつ200万ポイント達成がクオ・カードペイ1万5千円プレゼントという感じで、えっと、こう下がっていってはいであの50万ポイント達成したらオリジナルアバターがもらえるって感じであのこの間カンタさんにあのこの間のイベントの時にカンタさんにあの,カンタさんのイラストをこう申請したんですねででも2回申請したんですけど どっちともなんかあのウェブ上にあるみたいな感じで全部引っかかっちゃって2回とも無理だったんですよだからちょっと本当に神田さんありがとうございますなんですけどあのアバターにしたかったんですけどごめんなさいって感じで本当にそうちょっとそう悲しかったです2回とも2回ともダメですダメですってなっちゃってすごい悲しかったですね え嘘だよいっぱいありがとうございます本当にピョンさんサイリュウさんジョさんベニービーバット MKT ありがとうございます嘘だよめっちゃめっちゃありがとうございますこの嘘だよが大事な得点になるらしいですそう嘘だよがいっぱいでもエイプリルフールで嘘ついたことないんですけどあショーパンチュさんショーさんですねショーさんお話ししております。 大抵が出たけど、サナちゃんたちはどこら辺で出演する。サナちゃんたちはどこら辺で出演する。えっと、えっと、私たちは朝日飲料の後に出演します <laughs>。私たち朝日飲料の方々の後に出演するらしくて。面白い順番ですね。本当に。目尻が赤くて猫目も可愛い。ありがとうございます。でもな、ちょっと。まあ、このメイクもいいですね。うん、う。ん 今日のお洋服気になりますドキドキとかやろうこれはお姉ちゃんのやつですこれをこれは別にあのと閉じないやつなんですけど閉じたらどうなるんだろう閉じてみるあ寒い日寒すぎる日とかはこうやって閉じたらいいのかえなんかちょっとおかしくないですか絶対閉じるものじゃないんですけどでもまあなんかこんなあのこういうやつですレッスンお疲れ様ありがとうございますいや本当に なんかなんか毎日いろいろ爪爪爪爪なのとなんかあっ爪爪というかいろんなことが毎日起きてあっいろいろあってなんか不思議な感じですねすごくすごく不思議な感じえ嘘だよいっぱいありがとうごございいますす本当すごいたくさんありがとうございます いいいっぱいっぱぱありがとうございますさんザーザー。ありがとうございます。ベニビバーともありがとうございます。朝日飲料の次ですね、そう。みんなで朝日飲料の次で聞いた瞬間、爆笑しました。こんばんは、カイツさん。初見ありがとうございます。画面が嘘だよだらけに、え、もう本当にありがとうございます。赤、チェキプリンターもマイクも届いてないから信用できない、ティムジー。え、そうなんですよね。でも私のそのそ 送り方もちょっと違うのかもしれないもしかしたらアバターだけは欲しいねその他は本当に送られてくるか怪しい伊賀さんえどうなんでしょうでも他の子から出てきてるから私自身の問題でもある気がしますちゃんと送ってるんですけどねどっかで間違えちゃってるのかもなんかスペルちょっと間違えたりとかしちゃってるのかもアバターあそうアバター欲しいてからもうンタさんごめんなさい本当にあら、まあ残念ダメだったのねそうなんです 嘘だよか波のようにサワサワと <laughs> そうですよねさラちゃん溺れそうパクパク,パク、まあ、溺れるくらいお願いしますポカさんサラちゃんお疲れ様お疲れ様ですあまた残念だったねこもくさんそう残念でした画面が嘘まみれ画面嘘まみれカンタさんが自分で上げたやつに引っかかったんじゃない気持ちいいですかねあのウェブ上のやつに引っかかったと出てきました そう朝日飲料の次の次出演なんです使用許可の文章あってもダメだったのかなかんたさんえなんかはいあ92位ありがとうございます皆さんからうだよたくさんたくさん送ってくれるからもうこの初めて初めて8分であの91位までありがとうございますあ92位かありがとうございますゲーミングチェアいいんじゃないのフェビオンえめっちゃ欲しい ちょっと充電しますポチっとなはいどのメイクも似合うよえいはさんありがとうございますお姉ちゃんのお洋服もやっぱり襟が可愛いいしビデオさんえ確かにもう本当に襟が可愛いお洋服いっぱい集めたあとなんかあの白鳥めっちゃショックだったんですけど今日なんかヘッドホンがあのずっと大事にしてたあのここにあるちょっと待ってくださいね椅子にかけてるんです 取れない取れないけどえっとヘッドホン大事にしてた黒いヘッドホンあるじゃないですかであれがな,なんかちょっと壊れちゃってんもうその壊れちゃったんですよだからあのそう新しいのを調達したいと思います頑張って デビューまであと1日ですよ今の心境はンさんえなんか不思議不思議えなんか不思議な感じですなんか何なんだろう不思議な感じするちょっと後で詳しく話します愛ルちゃん朝日飲料ということはセカンドセカンドステージの15時11時からですね愛ルちゃんありがとうございます これ固定したいけどコメント固定とかできないのかなあウあーあーウェルカムコメントかあっ流星先輩頑張りすぎないように頑張ってくださいあそうですね頑張りあなんか今日お偉いあ言っていいかなんか超10代のなんか一番偉い人に会ってきたんですねなんか本当にあっ乾杯 ちょっとな皆さんがものを用意ししてる間にちょっとお話ししますで一番お偉いさんに会ってきてあのそうなんか頑張りすぎずになんて言えばいいんだろう頑張りすぎないように頑張るみたいなお話もされたしなんか本当にいろいろなこと聞いたんですけどなんか有名になっても調子乗らないようにとかなんか本当にいろいろなお話があってで私も。 アイドルやって,てからうううんうん、うんやっぱそういうことも大事だよなうんうんって思いながらこうお話を聞いていてで何人かすごい大人の方々がいてでそれでメンバーみんなでこうずらっと並んでこうお話を聞いていて一人ずつあの自己紹介みたいな家事の流れになってでそれで言、まあ、っていってたんですけどもう桃子もこももこがめっちゃ緊張しちゃってて手を触れてたんですよこうやって。 緊張しちゃううタイプなんだっていうことを私は全然ちょっとは分かってたけどそんなに緊張すると思ってなくてであのその偉い方々のお話の中でもなんかやっぱりメンバー同士のその助け合いっていうかその子に足りないところ誰かが補ってでその子、あのー、ある子に足りないところも他の子が補ってみたいな感じでやっぱ。 そういうい仲が良くて高め合えるのがいいグループの特徴みたいなお話もされていてだからもう私はあのこれからたくさんももこも場数を踏めば別にそういう緊張も少なくなってくるとは思うんですけどあの少しでもも子の緊張をあの薄められるように和らげるようになんかできることはないかなと思うんですけど皆さんなんか緊張和らげる方法ありますかねでも本当に何個か 何回か人前にで出,出なくてでいっぱいでも文も庫も,もバレエとかやってたから出てるとは思うんですけど、そうなんかありますか緊張ほぐす方法？ポチっとな。嘘にまみれてるけど本当だよ。何がですか？ずさん。ああ嘘だよ嘘だよのやつですね嘘嘘にまみれてるけど本当？ありがとうございます。 この間の東京でゾウさんビビンバゾウさんピンバッジ手に入れました。さあ、振り向いてやらろう、ゴングマさん。振り向いっちゃう。一瞬で。嘘で見えない風の予備さん。あ、あ、これがこれがあ、64位。ありがとうございます。本当すごい。ありがとうございます。え、もういっぱい送ってくださってありがとうございます。もう皆さんのお名前も読みたいけど、たくさんたくさんありがとうございます。本当に。 あ,あびっくりーほんとにあ乾杯乾杯今日は南アルプスの天然水でせーの乾杯おいしい猫耳ヘッドホンをぜひさなちゃんにつけてほしいなとこやろうつけたいだけど猫、ね、耳ヘッドホンを 普段、あ、でも普段電車の中でつけてておかしいですかねね、猫耳ヘッドホンって。音楽聴けないのはマジでダメージっていかやっぱお母さん。え、いいすよね。でも私あの、エアポ p ツと使い分けてるんですけど、でも、なんかヘッドホンの方が、あの、なんか本当に、その世界にいるみたいな。そう好きなんですよね。まるでサラちゃんが嘘つきのような絵面。 チップさんもっと嘘つきになっちゃいますおそろのヘッドフォン壊れちゃったら悔しいなごめんなそうなんかなんでだろうそう悲しいせっかくおそろにしてくださったのにありがとうございますえいはるさんこの間新宿プルグ九行ったら 55ファーが5イフーがどういうことだろうエイハルさんやっちあっという間合格からあっという間にしてほんとですねもう1ヶ月はタッチマンしたじゃないですかなんかびっくりですねほんとに1ヶ月の間もう1ヶ月が濃すぎる1ヶ月が濃いですね風の選びゃん超60代 <laughs> 50, 50代も違う 新宿ああありがとう新宿プ,ロプルグ9の5階がゴスロリのお店で埋まってたあーええー、ホに行きたいもう本当に行きたいそうあのなんか「ラルム」っていう雑誌があるって言ったじゃないですか「ラルム」っていう雑誌にサイトなぎさちゃんが載っててみたいなお話をしたじゃないですかそれで「ラルム」の雑誌を今日も、まあ、ヘアメディックはいろいろあったんですねでそれで ちょっとポーズの練習とかもあるしなんかモチベー上げるためにもラルムその雑誌買ったからそれ自体持っていこうと思って持っていったんですねそしたら持って帰るの忘れちゃいました、うん、でそれでそのラルムの雑誌の一番最後の3ページぐらいは全部ロリータファッションだったんですよで本当に可愛くくて私も本当にロリータをやるのが目標ではやりたいことがいっぱいありますね シンジさん一番偉い人おジャスちゃんおじャ,ャスちゃんもすごく偉いというかすごい子だけど一番偉い方はもうすごい方でしたロッタンさラちゃんのデビューステージでいきないの鶴田のロッタンん,んいやでもあのデビューしてからもいっぱい会いますよ期待されてるグループなんですねシベリアさそうなんですかね本当に頑張ろうって今日思いましたねもっともっと 背中パンって無事背中パンやっぱ背中パンきですよね丸尾さんだどうもさなちゃん偉いねありがとうございます偉くないです別に <laughs> 別に偉くないですです先輩かわいい可愛くてごめん骨みしてあげたら骨ミン「骨み骨みって何でして何でしょう らさちちゃゃんんの言葉ななみめっ癒れますよいや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 いいややそんなことないてかグループ名でどうなってるのマルオさんそれが私たちもわからないんです私たちもわからないんですグループ名これは嘘とかじゃなくて本当に私たちもグループ名がわからないんですチーズボールさんお疲れ様ですお疲れ様です 緊張を和らげるために変顔してあげよう伊賀さんあ,ありですねめっちゃありですちょっと部署ミーティングで抜けますやっち行っいってらっしゃいですちょっとやっちも忙しいんだなハムさんみかんのかぶり物して隣でみかん粉になるお見つけやすいめちゃめちゃステージ前に背中を叩く桜で同なじみはどうでしょうカプリンさんえすごくそれもあの考えましたあっ54位ありがとうございますあ本当にありがとうございます もうほんとすごいそうステージ前に背中を叩くのはもうやろうねとお話ししてますさらちゃん今日も可愛すぎるやる丸、ま、るさんいや可愛くないです今日めっちゃリップも塗ってないしファンデも崩れてるし前髪もあれだしメイクも違うし、うん、ありがとうございます乾杯あ皆さん乾杯ありがとうございますすいませんイベント って聞くと手を抜けないタイプなんです。とかああ、もうありがたいでございます。もうもうありがとうございます。適度な緊張は必要かもね。私は緊張しない時は大抵失敗するもん。あじあでも私もそうです。私もそうです。なんか緊張してる時ほど、なんか頑張った時だなって思いますね。でも。ぞうさんのストローを使うかなと思ったけど、口につける。ものだから送らなかった。ハムさんあ。 えでもあのそんな気にしないでください別にあの皆さんのこと疑ったりしないですし全然嬉しいでございますあのよく楽屋の時とかこれにストローさして飲んでたりするので嬉しいですあのヘッドホンはノイズキャンセリングついてるからボトできていいんだよねティムジーあーそうなんですもしかしておソロですかさなちゃんに,にならいくらでも嘘つかれたいロッタン 名乗ったあの子と大嫌いチーズボールさんド緊張してたら夢だと思って開き直るとかああ,あり開き直れそうでもももこは真面目なのでねうんコメント嘘で全否定してるみたいな図になってるとさん確かに確かに。確かに あ新宿バルトナインですねカッペリーさんああの映画館があるところかバルトナインよく見に行きます新宿のバルトあそう新宿のバルトナインのあロリータ知ってます私も見たことありますでもめっちゃゴスロリのところは見たことないからちょっと行ってみたい書いたのおまるさん書いてないです忙しいけどやっとこういう時期になったのが嬉しいですねシベリアさん そうですねすごく忙しいっていうのはありがたいことだなとつくづく思います本当にさらちゃん今日も可愛い,いサタンさんサタンさん足の足の爪の赤さんありがとうございますいやー今日はちょっとでも虹が悪いな優香さんおつさらちゃんありがとうございます 私の表紙いけるめぎつねさんいやいやいやもっと頑張らないといけないですもっともっと頑張らないと頑張ります重れるようにカプリニさんやりたいことを一つ一つ叶えていきましょうはいそうですねそうですねまだあの生きてる時間は長いのでね。 アリサ,サナちゃんがロリーダファッションしたらかわいさは強すぎますいやんありがとうございますでもなんか YouTube の企画とかでやれたりしないかなとか思います、ね、サナちゃんなかなか来れないけど応援してるからねカブさんありがとうございますもうすごく伝わりますありがとうございますオスカージェーバーさんこんばんはサナさん毎日ますます美しくなっていますれたくさんのご挨拶 Thank youI'm so happy チビリさん頼られてる感のようなものは感じますか？メンバーのみんなにですよね多分メンバーのみんなに頼られてるのはめっちゃ感じますね本当にでも全然私もあの頼ってるんですけどみんなにすごく。 桜学院伝説の背中パンかホネミンカペニーさん皮膚ミンホネミンの話が出てきたのは17年度だったよな、ね、あ17年度だったから私わからないのかなレイラちゃん当日までワクワクなやつですねはいもう何があるか本当にグループ名ジョイドルパターンじゃあジェイドルジェイドルパターンかい丸尾さんどうなんだろう とやろうライブの時にみんなでできる振り付け動画とかあるといいなさなちゃんいつか教えてとくやろうもちろんですライブこれからこれからかこれからあの TikTok とかたぶん YouTube とかでも出していくと思うのでそれで覚えてください「い高値格子やけどさなちゃん応援しとるで丸尾さん」えありがとうございます高値格子なんですね えー、ありがとうございます。いや、うれしい。ライブの時に、あっ、読みました。ありがとうございます。フィビオン、いや、メイクかわいいよ。えー、ありがとうございます。僕らがグループ名を考えようらあれならちょっと皆さんグループ名予想してみてください。りゅう先生やっぱりさなちゃん、今日もかわいいです。かわいくなくないです。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。 でもなんか自分の中の美女のなんかこのいい何パ,パーあナ何パー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 ってあるんですよそれが今日は20ぐらい初見ですありがとうございます浮気男さんありがとうございます浮気しちゃうのかな <laughs> あののヘッドホンの初期型使ってたよあ、そうなんですね HKT の「村重」ってこうしてたけどさなちゃん同じ事務所になるんやね水橋さんそうなんですそうそうなんです最高の嘘き来たやろたん伊賀さん忙しいのありがたいのは本当にそうやねえですよね コロナの時とか全く何もなかったじゃないですかああいう時を考えたりとかし1年生の時とかも考えると今とかはありがたいですね紗来ちゃんの道悪い言ったら何がええねん丸尾さんいや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 悪いねん今日 TVG そうだ今日珍しく仕事でミスして怒られちゃったから慰めて TVG 大丈夫ですもう大丈夫ですねもう気にしちゃダメです本当にもう 自分は自分で、それが自分なんで、生きったらそんなこともあると思う <laughs> 自分は自分、<laughs> そう、え、今ランク四十九位、いやありがとうございます。 デビュー終わったら頑張った自分にしっかりご褒美してあげてね三つ丸行きとかねありがとうございましたけどもあの終わっけろでも終わってもなんか次の日とかちょっとちょっとありそうででもそれも終わったらみんなでご飯行こうねって話してますベッツさん衣装は決まったのかなロリータ衣装も欲しいねえー、そうなんですなんかで、ね、本当に着たいですね <laughs> えっハルさんお互い頼りには支え合ってるってことだね 本当に何か今みんなすっごいいい子なんですよ今っていうかあの今とかじゃなくてすっごいいい子でうん本当にいい子でうんありがたいみんなに感謝ですおつさんさんおつさななちちゃゃつですありがとうございます かわいいグループ名とかっこいいグループ名どっちがいかいぶさんえ、絶対かわいい系です。グループ名はサナワールド、ケワジポスキさん。いや、もうそれサナになってる。みんな、みんなで、みんなで。ゴンシロちゃんさん。ゴンシロちゃん、あ、これ、あの、アイちゃんのアバターの方、こんばんはでーす。あ、ブラックマウスん来てくれたずっとありがとうございます。毎回ちょっと遅れるんですよね。グループ名決まったらファンでもどうなるのか楽しみだね、ノタ。ちょっと待っ 桜学園の時はふけさんでしたもんね家に着いたので一旦離れますゴングマさんあっ了解ですゆっくりあのゆっくり準備してくださいこんばんはにブラックマーさんこんばんはにえ毎回思うんですけどこんばんはにのワニって何ですかあこんばんはの話かさなちゃんズジェイクさんいやもうそれさなちゃんだ 白鳥さんとスーパーモンキーズいやなんか私とモンキーみたいになってらダメ <laughs> あ四41位ありがとうございます皆さん嘘だよこれ嘘だよめちゃめちゃありがとうございますあっきんまめさんぴょんさんやっちんさザンゅうさんねぎつねさんカペイじさん あおーりまさんありがとうございますいっぱいいっぱい本当にタカネコの時は最終審査の時生写真とトーク会やったからチキキ会は嬉しかったわあすえ生写真とトーク会生写真って何ですかえでもトーク会ってよくないですか私もトーク会したいです グル,ープグループは箱押しですサッチ以外はサッチ以外はサッチちゃんは違うってことですかそんなサチちゃんにめっちゃドキドキしちゃう全然ビジ悪くないありがとうございますとかやろミギズルさんサ,イアサチいつもフランス人形のように美しいいや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 ありがとうございます人形でもなんでもないですいや しびりさん浮気は厳禁ですね。うーんでもあの白鳥は浮気も許せるぐらいあの寛大な女の子でいきます。今日も100%可愛いのに三橋さあ,ありがとうございます。幸の古文です。浮気をどうぞサササちゃんの古文古古文古古文どういうこと？ すごいあっやっち部署ミーティングからとても私も大変ですり乾杯やっちお疲れ様です乾杯部署ミーティングって何するんだろう何するんだろうすごく気になる何何するんですか部署ミーティングってん やるちゃん疲れる毎日ちゃんと休憩してねケストリーさんありがとうございますでも私は全然あの桜学院の時とかもうもっとあ桜学院の時と桜の時も桜も長い間練習とかしてたからまだなんだろうまだ。 大丈夫なんですそのやったことがあるからだけどやっぱりみんな初めての子たちもいるからすごいそう疲れがたまってそうで今日はみんなだからゆっくりゆっくり寝てねーってみんなで言いながらゆっくり早く寝てねーって言いながらあのバイバイしましたでも日に日に本当にみんな仲良くなってて嬉しいめちゃくちゃ出遅れたこんばんはさんありがとうございます 東日本大震災を知らない慶和ジッパ月さんえ知ってます今日は可愛くないダメだ嘘つけないあ佐サザ嘘チつこうかしたの今びっくりしたサザエチが可愛くないっていうかと思った嘘つけないってことですねありがとうございますコモさん昨日のの二人配信 すぐ埋めるぞって言われるうわっ今日さんにねさちちゃんはあの毒舌なのでねあのはいあそこも可愛いですよねさちちゃんはさなさなさちいいコンビフィビ,ビオンさんえっんかあのめっちゃ合いますダダーフォアさなちゃんの いいやなんかあの自分でやっててプンプンなんか気持ち悪いなと思ったんですけど「特や <laughs> ろ30日の髪型がめっちゃ気になって夜も眠れませんほんとさなちゃんのいろいろな髪はめっちゃ見たいなとこやろ <laughs> 夜は寝てくださいでもあの本当にお楽しみにって感じお楽しみにって感じ皆さん努力できるなら最後すればほんと究極 あー大谷選手ですね伊賀さんえちょっと聞いてください私昨日夢になあの別にあの野球すごいすごく詳しいわけでもなくてなのに昨日夢で大谷選手が出てきたんです全く不思議ですねなぜか大谷選手が出てきてなんか,し,、ね、なんかしかも私はなんか人探しをしているみたいな,なんか設定で,でずっと なんか大谷選手を探しているはずなのになんか違う顔の人たちがいっぱいこうスライドでこう出てきてどれが大谷選手かをなんか見分けてるみたいな夢変な夢みてな,なんでそんな夢みたんだろうと思いながらズビズバさんこんばんは遅くなりましたさらちゃんはちょっとお疲れですかもうすぐデビューした頑張ってありがとうございますズビズバさんあの疲れてないと言ったら別に嘘になるんですけどでも全然あのえなんか ああアドレナリンアドレナリンが出ています丸さんさなちゃんまたね配信ありがとう楽しかったよ丸尾さんバイバイありがとうございました前に人してたさなちゃんもかぶったけどこもこさんいやもう私は寛大な寛大な女の子に寛大あ余裕のある礼儀になれるさちに漢字含めて日本語を教えてください浮気をたくさんえあの私教えられるかな 頑張ります。でも実はあのこのグループ日本語が多分苦手なグループで、あの全員勉強したいです。いやち三十日楽しみにしてます。ありがとうございます。会えるんですね嬉しい。そう皆さんち機会あるじゃないですか。それもすっごい楽しみでどうしようと思ってもう楽しすぎて。特殊な夢えそうですよね。 最近夢にさなちゃん出てきたえっちいのぼるさん本当ですかどんな夢ですかね変なことしてませんでした白鳥その夢の真相心理知りたいわらわらコモさんですよねでもなんかその大谷選手をいろんなところでメディアでこう目にしてたからかもですかね もうこんな時間ですね54分ならちょっとスクショタイムからいきますえ皆さん本当に嘘だよたくさんありがとうございます本日のスクショタイムせーのクマチンクマチ なんか顔が盛れてないから嫌だなありがとうございます三人まともで四人はお笑い担当ですかえあの実は全員まともではないんですよ 個性ありすぎて。着替えの時の注意点ってありますかずさん。えっと、それはあのまた詳しくお伝えします。プレゼントボックスに感じられる。 入れるかな？いらないいいらなあっ渡したんだお伝まちゃんありがとうございます32じゃあさらちゃん的にも100%のビジュアルで認めますように彦朗さんありがとうございますだからうんうん ありがとうございますあ、壇上の方読んでいきますね本当に皆さんあの短い時間であの34位まで400何位ぐらいから34位までいたんです本当にありがとうございます皆さんがの皆さんの嘘のおかげですありがとうございます1位ゾザンありがとうございます2位トコヤロありがとうございます 3位佐々木さありがとうございます4位さくらさんありがとうございます5位めぎつれさんありがとうございます6位カペリンさんありがとうございます7位広めたさんありがとうございます8位泰竜さんありがとうございます9位ベリービーバットありがとうございます10位神田さんありがとうございます11位マシュマロ桜さんありがとうございます12位オーりマさんありがとうございます13位サしシさんありがとうございます 15位あゆるちゃんありがとうございます16位マグルちゃんさんありがとうございます17位 M.K.T ありがとうございます18位かなさんありがとうございます19位ぴょんさんありがとうございます20位だいちゃんさんありがとうございますそうあの皆さんにちょっと言いたいことあってあのそんな重大なことじゃなくてあの今日帰ってる時にさっち,ちゃんとちょっと方面が一緒だったから歩いて帰っててあのー 歩いててたんですよなんかそしたら後ろからんかなんかピタ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 みたいな音が聞こえてきて足音なんですけどめっちゃ変な足音が聞こえてきてでしかもなんか光ってるのが若干視界に入ってくるんですよ。でさっちゃんと「なんだろう?」とか言いながらめっちゃ笑って笑ってて。であの 人がすごく多かったからこう振り向いてみてもなんか申し訳ないなと思って2人で大爆笑してたらあのすごくちょっと速いスピードでこうその方がこういたんですよねでこうやって2人で見たら足元めっちゃでっかい長靴みたいななんかすっごいプラスチックでできたすごい光ってる長靴みたいなでっかい長靴みたいなのを履いてる方がいて。 それ見て2人で大爆笑しちゃってそしたらその方外人の方だったんですけどあのその方も笑っててあ話しかけていいのかなと思って「あナイスシューズ」って話しかけたらなんかすごくあの英語で「あの好きな色は何ですか?」みたいな聞かれて「あのピンクです」って英語で「あピンク!」とか言ったら「あのあのの私これ 3D プリンターで作っててあなたにも作りますよ」みたいなお話をされて「あ本当に?」みたいな感じで言って。あの でもあのー「大丈夫です」みたいな感じで「ナイスシューズ!」って言いながら帰りました <laughs> でもそれは今日のさっちちゃんとの思い出めっちゃ面白かったです <laughs> 本当にあに知らない人に話しかける癖をちょっとあれですね本当に話しかけちゃうはい終わりたいと思います